本山形 FC のエグゼクティブアドバイザーとして活動してます田中ハイマーです。アクションしないと攻撃がリアクションになっちゃってるじゃないですか。ハイマがリアクションになってるよって教えたから。はい、こんにちは皆さん。今日はですね、長野県に来ていますよ。また楽しくサッカーやっていきたいと思うんですけど、長野県といえばこの人っていうスペシャルゲストをお呼びしました。じゃあちょっと早速ご紹介を。じゃあ松本山形 FC の現在はエグゼクティブアドバイザーとして活動してます田中ハイマです。よろしくお願いします。田中ハイマ選手じゃない、もう引退して田中ハイマさんだって。俺らの時代は長野県で唯一のサッカー選手だったからね。そうだね、まあ、今もねあんまり出てきてないからね。今はもうでも長野県に J リーグあるじゃんチーム。そうだね、でもなかなかね県内出身の選手が活躍してるといったらまたね難しいところですからね。育成も含めてね力を貸してください真面目なんですよハイマは。だけど今日ハイマを呼んだのは、うん、本当だよ。なんでいつもねこれ学生と1対1をやって、うん、勝負してプレゼントをかけてやるわけ、うん、だけど最近マジで負けが込んでる、うん、負けられないね。負けられないし何よりも、うん、相手にプレッシャーをかけようと思って。確かに。そうハイマはもう膝がもうボロボロじゃん俺は1対1はね厳しいかな。やっと俺ハイマよりサッカー上手くなった42日でまだ無理。あ、そうで、うん、ハイマがこうやって見てるじゃん、うん、そうするとボールタッチミスする。それで俺呼んできた。そう自分の力じゃなくて他力ね。他力、もう今まで自分の力でやってきたけど、うん、もうすごい まあいろんな要素も含めて勝つと。まあ、正々堂々と自力と他力。そう、で今日は長野県の松本国際高等学校。おお、もう松本って聞いたらもう俺はハイマしか思い浮かばなかったの今まで。でも最近強いらしい監督のね監督岡田さんも僕も子供の頃から知ってますし子供そうだ子供の頃お世話になった何歳よ監督じゃあ大先生です強化をしてこう積み重ねてきた土台っていうのがしっかりして今ねその結果に現れてきてるんで、よりこう長野県を代表したチームとして日本でねトップトップに行けるように僕も少しこう手助けしたいなっていう思いはありますね。さすが。でもね多分選手緊張してるから、うん、この時点で俺結構いけんじゃないかと思ってて、うん、じゃあ今日負けられないな今日は負けない。マジで今日負けたらもう俺の出すカードないから。やばいね。それはしょうがプレッシャーだよ、うん、まあ、ハイマが一番すごい俺のカードだ。ああ使うここでここで使う。もうここ長野で使うなら今しかないと思って。もう1対1はマジ大事だよ。気持ちだから、ね、気持ちなの技術って言ってよ。技術と気持ちだよ。気持ちか。でちょっと今日俺のプレー見るわけじゃん。そうだ、だから気持ちが足りないところ久しぶりにちょっと見るわ。気持ちが足りないところあったらさ、うん、そういうとこだよすぐ劇を伸ばしますね。もうもしあのパッて諦めちゃったりしたら、うん、もう言ってんの、うん、すぐ言う。すぐ言う、うん、頑張っていきましょうよ。行こう、うん、よろしくね。はい、お願い。よし。じゃあ一トレ終わったんで今日これから楽しい1対1の時間をやってください皆さんこんにちは。どうぞ。翔吾です。いろんな高校とか大学とか、まあ、中学校とかも行って、1対1をプレゼントをかけて、まあ、楽しくやってます。みんな多分普段真面目にサッカーやってると思うんですけど今日は、まあ、ちょっと楽しくやっていきたいなと思うんでよろしくお願いします。で今日ドリブルの時緊張するためにハイマを連れてきてこっちじゃないの、あ、こっちの味方。俺の味方でハイマを連れてきてるのでさらに緊張させてプレゼント取られないようにハイマ緊張してないでしょ。してない。プレゼントあるんだね。そうなんです。お自信ある人いる。大ちゃん今日やらない人いる。トライしたくない人。あ、これも本当は一番やりたがってるんですけど、ね、あ、なるほどなるほど。じゃあやりましょうか、はい、じゃあ早速20だから3足こっちが取ったらキーパーにプレゼントします。で1足戻れなかったり1足とか2足だったらキーパーにプレゼントあげる。21にいて2本連続を2人以内に抑えたらキーパーにプレゼントなの。はいはい。そしたら一言目確定っす。でもしかいないんでもとりあえず今日の味方なんでちょっと名前だけ自己紹介だけ。小林健道です。高尾樹です。お願いします。この2人で今日はえ、あれ
あれ大将大将大将自己紹介をお願いします。三栗博士と言います。コーチですか？コーチです。コーチですね。一応まだ社会人で選手やってます、はい、えぇ、ー、お願いします。ごつ今日はこっちの味方です。もちろんです、味方どんな増えていく。こんな子供たちにやられてる場合じゃないですね。はい、じゃちょっとキーパーもプレゼントあるんでやっていきましょう。ドン。3年の愛、鳴沢大河です。マスコクはポーズいつもやってるんでやります。いきます。やります。やばい、体が入ってくるスキル違う。え？違う、えげえ、動画と違う。あの流れで絶対キックフェイントするやんみたいな顔してたから今。いや違うんすよ、もう打とうとして思いかけてこって。3年生大津です。一発入れます。いやー、やばっかー。いいっすか？いや。間合い来るぞ、間合い。お、キーパー、キーパーカット、キーパー。行こう行こう。レオン行っちゃうよね。キャプテン。3年、小野寺レオンです。いつもやってフリーポーズやります。いいね、いいね。温まってきて順調だね。3年、西田幸喜です。絶対抜きます。シュート行こうぜ、シュート。シュート打たない。ラッキー、ラッキー、こっちの味方になっちゃう。3年、元木夏樹です。勝負をチンチンにします。誰かバツっといこう。本当だよ、まずシュート行こうよ。間合い詰められる前に仕掛けないと。まだ俺じゃん。アクションしないと攻撃がリアクションになっちゃってるよ。だって俺キーパー暇してるもん。攻撃が主導権握れよ。3年、橋崎大河です。勝負を倒します。リアクションになってるよって教えたから。いやでもめっちゃうまかった。ナイス。いけ、続けていけ、続けて。今チャンス。最後だ。最後だ。3年、笠木亮也です。松国の生ちゃんいきます。出てけー、出てけー。はい、じゃあ行こう。じゃあ3年、長崎大五郎です。頑張ります。来た、交代と。来た、3年最後交代です。頑張ります。勝負ボスに勝ちます。おい
タイマーを連れてきた理由はこれが多くなるんじゃないかと思って連れてきたの。今の今のおい、どうした。ボールに乗るのはね、普段ね、乗らないからね。自分たちのホームグラウンドだからね。なかなか緊張するね。3年宮下颯太です。絶対勝ちます。3年久保田吾です。頑張ります。3年山口颯太です。頑張ります。ディフェンス陣はちょっとステップの踏み方とか見てて、真似できないけど、そうそう、真似できないけど、でも間合いの寄せ方とか試合中結構生きるかもしれないから見てて、あの体の向きとか。3年山口大です。頑張ります。いや、新しい。あれだけ走って決めたら相当スーパーだったよね。3年の北西哲平です。勝ってみたいと思います。3年つけ映画です。頑張ります。3年白本亮生です。最後まで頑張ります。右ダメ？右行けない？もう一回お願いします。とりあえず、一回その抜いた。カイト、カイト、カイト、行け、これ大事だぞ。カイト、いや、マジ大事。お前、乗れてやるのね。そう、これやっちゃうと。キーパー、キーパー大丈夫？はい。キーパー、キーパー大丈夫？はい、はい。ダメ、絶対最後まで。いや、今ね、ステップも相手細かかったし、ね、確かに右に全部行きたかったんだよ。そうだよね、右行きたかったんだよ。角度ないもんね。そうそう、角度ないんだよ。で、俺もあっち行った時に翔吾さ、追い込んだじゃん、一回取りかけてさ、ごちゃごちゃってなって左足で取りかけたけど入れ違ったじゃん、あそこだね。あれか、もうだってあそこの時になんで翔吾追い込んでさ、ちょっとプッシュアウトしなかった。いや、もうないかなと思って。余裕だと思った。いや、変に行ってかわされるよりはいいかなと思って。でも、うまかった。まあ、うまかったね。普通にうまかった。確かに懐深いし、ボールタッチもミスないし、でも翔吾の距離感は完璧だったよね、離さずに。そう、だからなんかミスったなっていう感じよりは上手かったなっていう。そうだよね、それじゃダメでしょ。でもね、やっぱハイマがいたから、緊張してたよみんな。いや、これでもしかしたら、え、来るよ翔吾。来る。でもこっからでしょ翔吾。2周目大事だよ。2周目大事だよ。大事。2周目行くわ。行こう。ハイマが助言して、そっちの味方。自分から仕掛けないとって言われた瞬間やられたからさ。キーパーのプレゼントかかってたから、キーパープレゼント確定で、次は何にしようかな。ハイマーから。ハイマー、この20人いるじゃん、21人か、で、今の感じで何人次は抜けると思う。それで3点いく。3点。じゃあ3点以上だったら、ハイマーなんか1つなんかプレゼント。 OKOK。 3点。1周目は僕のプレゼントだったじゃないですか。
だけど今回は2周目はハイマのプレゼントで、まあ、ハイマあっちに味方つけて勝負したいと思います。 OK、 すいませんね、3点ね、プレゼント。いや大丈夫大丈夫、3点いこう。 OK、 よっしゃ、はい、2周目いきます。大丈夫、ちょっと待って、大丈夫。いや、心の準備が心の準備が何、まだでしょ。この流れで行かない方がいいと思った。仕掛けだよ、自分からアクションで、アクション、やばいやばい、うわたった自分から仕掛けろっていうだけなんだけど、すげえこっちが怖くなるっていうね。頑張ります。僕だけ2失点しちゃったんで挽回できたなと思います。マジナイス、ナイスだ、頑張ります。出していけなかった、確かに変な迷いを生じた。通ります。だからね、迷っちゃったんだよね、悔しい。多分ね、なんかのびのびしてる人後ろにめっちゃ強い人ついてる、ヤンキーみたいになってみんななんかせっかくスライディングでさ、持ちこたえたのにさ、ね、その後も勝負のモードのためさ、らしくない、今のはらしくない。でもまだ一人あるから、あ、やってない人、そうだ、半分半分くらい、半分くらい、頑張ります。右読まれてるから気をつけろ。右読まれてるから、両方持てよ。
ちゃダメだよ、翔吾も。ただでさえうまいのにさ。キーパー2や。いや、今俺が悪いっす。いや、無理っす、無理っす、キーパー無理っす。今、うまかった。うまい、うまい。ね。フィジカルの練習より試合が辛かったっていう。あのね、高校の時ね、国体とか一緒だったんで、俺マリノスユースで、翔吾が桐蔭学園で、一緒の神奈川県選抜と一緒のチームメイト。で、翔吾どこやってたっけ？俺右サイドで、あ、ボランチか。翔吾が一緒だったよね。回復して、回復して。回復して、先生堂々と戦わせないと。いいよ。OK。カモン。頑張ります。いい子たちねー。でも3点取ってから上げてる。あ、そういうこと。一回 YouTube は締めさせてもらう。もう終わりか。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。もう元気だもん。もうね、これなんかよくわかんないけど、ハイマがあっちになってからいきなり強くなった。いや、2周目で多分もうみんな慣れてきた。やっぱ最初緊張するんだよね、意外にこれって。だからボールタッチミスったり、うん、あったね、そう、1周目あったね。普段なんかできないというかしないようなミスが起きたりするパターン結構多いから、2周目はね、確かにもう自分の力発揮してたね。ハイマも上げなきゃダメだからね。そうだね。なんか、いやでも上げる、ね、価値はありますよ、みんなね、チームで頑張ったし。いや、変なアドバイスあげるからさ、自分から仕掛けろとか、間合いと間合いとかさ、しかも俺のことよく知ってるからさ、余計言ってくるから。そうだよ。でもすごい疲れて、今のあの上下運動思い出したわ、久しぶりに。まあ、こうやって楽しくやってるのね、うん、いつも。だから、なるほど、まあ、いろんな高校とか、その学校行って、うん、まあ、普段厳しくやってるけど、うん、
まあ厳しい中でも楽しくっていうか、たまには楽しくとか、うん、そういう感じでまた他のねところにも行って、やっていきたいと思います。うん、またまあ忙しい中、超忙しい中、超人気の中、まあ、はい、今来てもらったんで、あのまた10分でも5分でも、okay. 1分でも長野県に来た時に、okay. また一緒にね、うん、サッカーの発展のために頑張りましょう。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、今日はありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。